キャプテン。ねえキャプテン、演技の練習をするときはこの音楽室を使ってもいいのよね？好きというよりは生きがいかしらね。舞台の上にいるとき私は自由だわ。自分とは違う存在として違う人生を、それは何者にも変えがたい最高の体験だわ。でもそれも日々の積み重ねを怠れば砂のように私の中からこぼれ落ちていくのよ。そうさせていただくわ。ありがとうキャプテン。